絶対に俺はお前を許さない。何も信用しない。ジュエルモードオフ、オートパイロットスタンバイ。たとえ困難な道でもクロ、必ずつなげてみせる。小細工はなしだ。俺はカードを1枚伏せて、ターンエンド。この状況を打破するには、このドローにかけるしかない。俺のターン、ドロー。俺は手札からレベル2以下のモンスターを墓地に送ることでミッドルーパーを特殊召喚。そしてロム・クラウディアを通常召喚。このカードが召喚に成功したとき、その効果により墓地のサイバー属モンスター1体を手札に加える。俺が手札に加えるのは霊天使。そして霊天使のモンスター効果、1ターンに1度墓地から手札に加わったとき特殊召喚できる。来い霊天使。そんな、まさか。ああ、そうだな。現れろ、未来の導くサーキット。アローヘッド、確認。召喚条件はサイバーストックモンスター2体以上。インク召喚、現れろ。インクサル、エクスポードトーカー。霊天使のさらなる効果、自身の効果で特殊召喚されたこのカードがインク素材となったとき、カードを1枚ドローする。エクスコードトーカーの効果発動、グラスプゾーン。エクストラモンスターゾーンのモンスターの数だけお前のメインモンスターゾーンを使用不能にする。俺はフィールド魔法サイバネットユニバースを発動。自分フィールドのリンクモンスターの攻撃力は300アップ。エクスコードトーカーでエクスコードクローズ。トラップカードオープン。カードディフェンス、手札のカード1枚をコストに相手モンスター1体2アタックを無効にし、その後カードを1枚ドローする。カードを伏せてターンエンド。俺のターン、チューナーモンスタージャンクシンクロンを召喚。レベル4のマックスウォリアーにレベル3のジャンクシンクロンをチューニング。集いし叫びが小玉の矢となり空を裂く。光さす道となれ。シンクロ召喚、逃げよジャンクアーチャー。ジャンクアーチャーでダイレクトアタックを決めてみせる。ジャンクアーチャーの効果により1ターン1度相手モンスターをこのターンのエンドフェーズまでゲームから除外できる。ジャンクアーチャー、リベンジョンシュート。ジャンクアーチャーでダイレクトアタック、スラップアロー。この瞬間速攻魔法スプールコードを発動。墓地にサイバー属モンスターが3体以上いるとき、相手の直接攻撃を無効にし、スプールトークン3体を守備表示で特殊召喚する。カードを1枚伏せてターンエンド。読めるか、俺の考えを合致しよう。エクスコードトーカー。俺はまだ諦めない。俺のターン、ドロー。状態の時、1ターンに1度相手モンスター1体を持ち主の手札に戻すことができる。現れろ、未来を導くサーキット。インク召喚、現
追われろ、インクトン閃光の投下。さらにダイレクトアタック、エクスコードクローズ。トラップカード、ガードブロック発動。相手モンスターの攻撃によってダメージを受けたとき、カードを1枚ドローできる。相手プレイヤーからダイレクトアタックを宣言されたとき、墓地にあるフェイクガードナーを守備表示で特殊召喚することができる。ファイナルエンコード。俺はここでターンエンドだ。俺のターン。俺は手札のボルトヘッジオックを墓地へ送り、その効果でクリックシンクロを特殊召喚。ボルトヘッジオックは自分のフィールドにチューナーがいるとき、墓地から復活させることができる。蘇れ、ボルトヘッジオック。レベル2ボルトヘッジオックに、レベル5クリックシンクロをチューニング。強い思いがここに新たな力となる。光さす道となれ、シンクロ召喚。燃え上がれ、ニトロウォーリアー。ダイナマイトアック。俺はカードを1枚受けてターンエンド。なら俺は仲間と俺たちの未来のためにお前を倒す。それはどうかな。俺が切り札を呼ぶのはこれからだ。このターンでお前を倒す。俺のターン、ドロー。俺の手札からサイバースガジェットを召喚。サイバースガジェットの効果発動。召喚に成功したとき、墓地の霊天使を効果を無効にして守備表示で特殊召喚する。現れろ、未来を導くサーキット。召喚条件はモンスター2体、インク召喚。現れろ、インク2スペースインシュレーター。この瞬間、墓地のサイバースガジェットの効果発動。このカードがフィールドから墓地に送られたとき、自分のフィールドにガジェットトークン1体を特殊召喚する。現れろ、未来を導くサーキット。召喚条件は通常モンスター1体、インク召喚。インク1インクスパイダー。再び現れよ、未来の導くサーキット。召喚条件は効果モンスター2体以上、インク召喚。現れよ、インク3トランスコード投下。トランスコードトーカーの効果発動。墓地からコードトーカーモンスター1体をこのカードのリンク先に特殊召喚する。復活しろ、エクスコードトーカー。エクスコードトーカーの効果、このカードとリンクしているモンスターの攻撃力は500アップし、相手のカード効果では破壊されない。トランスコードトーカーの効果でトランスコードとエクスコードは攻撃力がアップする。とどめだ、トランスコードフィニッシュ。さらにダイレクトアタック、エクスコードクローズ。終わらせてやる。ファイナルエンコード。この状況をしのぐにはあれしかない。トラックカードポンプ、スピリットフォース。プレイヤーが受ける戦闘ダメージを一度だけゼロにする。スピリットフォースの効果で墓地の守備力1500以下のモンスターを1体手札に加える。俺はこれでターンエンド。
俺のターン。マジックカード調和の考察発動。手札のチューナーモンスター1体を墓地へ送ることによりカードを2枚ドローできる。俺はクラスターペンジュラムを召喚。クラスターペンジュラムが召喚に成功したとき、相手モンスターの数だけペンジュラムトークンを特殊召喚する。カードを2枚伏せてターンエンド。俺のターン、ドロー。永続トラップオープン。モンスターチェーン。このカードは俺のフィールドのモンスターの数だけバトルフェーズを無効にする。俺は手札から魔法カードサイバーキャッシュを発動。自分フィールドに元々の攻撃力が異なるサイバーストックがいるときカードを2枚引き取ろう。俺はこの時を待っていた。トラップカードオープン。逆転の明察。このカードは相手がドローフェーズ以外にカードを手札に加えたとき自分の手札と相手が同じ枚数になるようにドローする。デッキからカードを5枚ドロー。俺は手札よりウィジェットキットを召喚。この瞬間手札からサイバーストック1体を守備表示で特殊召喚できる。俺はリンクスレイヤーを特殊召喚。リンクスレイヤーのモンスター効果。1ターンに1度手札を2枚まで捨て、捨てた数だけフィールドの魔法トラップカードを破壊できる。何？行け、インクスレイヤー。現れろ、未来を導くサーキット。召喚状態はモンスター2体以上。現れろ、インク4。スペースインシュレーターの効果。自分フィールドにサイバー所属リンクモンスターがリンク召喚したとき自身を特殊召喚する。装備魔法サイバネットデフラグ発動。現れるラムクラウダー。ラムクラウダーの効果発動。自分フィールドのモンスターをリリースし墓地のサイバー所属特殊召喚できる。スペースインシュレーターをリリースしガッツロエクスコードトーカー。再び現れろ、未来を導くサーキット。リンク召喚。現れろ、リンクにアンダークロックテイカー。アンダークロックテイカーのモンスター効果。ファイアウォールドラゴンの効果。このカードは一度だけこのカードとソードリンクしているモンスターの数まで自分または相手のフィールド墓地のモンスターを持ち主の手札に戻す。エマージェンシーエステープ。ファイアウォールドラゴンがソードリンクしているモンスターは2体。そして霊剣士の効果発動。1ターンに1度墓地から手札に加わった時に特殊召喚できる。来い霊剣士。三度現れろ、未来を導くサーキット。インク召喚。現れろ、インク3シューティングコードトーカー。このカードは通常攻撃に加えそのリンク先のモンスターの数まで攻撃回数を増やすことができる。霊天使のさらなる効果。自身の効果で特殊召喚されたこのカードがリンク素材となったとき、カードを1枚ドローする。とどめだ。シューティングコード投下。シューティングコンプリート。そうはいかない。手札のデフォーションガードナーの効果発動。攻撃力戦以下のモンスターが攻撃されたとき手札のこのカードを墓地に送ることで俺が受けるダメージをゼロにする。何？2回目シュート。バトルだ。
伏せて、ターンエンド。俺は運命を、未来を変えるためにここに来ている。みんなもそれを信じている。俺はこのカードが俺の希望の光だ。来た、アンノーンシンクロンを特殊召喚。このカードは相手フィールドにのみモンスターが存在するとき特殊召喚することができる。そしてマジックカードワンフォーワンを発動。手札のモンスターカードを1枚墓地に送ることで12尾サポーターを特殊召喚。俺はデブリドラゴンを召喚。クリアエフェクターを墓地から特殊召喚。レベル2の中2サポーターに、レベル2のクリアエフェクターに、レベル4のデブリドラゴンをチューニング。すごい指定外が新たに輝く星となる。しっかりさすミッドまで新人の勝負だ。一生せスターダストドラゴン。チューニングサポーターの効果発動。このカードはシンクロ召喚によって墓地へ送られたとき、デッキからカードを1枚ドローする。さらにクリアベクターをシンクロ召喚の使いとしたときデッキからカードを1枚ドローする。ワンショットブースターを特殊召喚。レベル1ワンショットブースターとレベル1のアンノーンシンクロをチューニング。すごいし願いが新たな速度の地平へ誘う。カリサスリストなれ。シンクロ召喚希望の力シンクロチューナーフォーミュラーシンクロン。フォーミュラーシンクロンの効果発動。1ターンに1度デッキからカードを1枚ドローできる。俺が手に入れた境地クリアマインド。レベル8シンクロモンスタースターダストドラゴンに、レベル2シンクロチューナーフォーミュラーシンクロンをチューニング。一度死んでの星野が新たな進化の扉を開く。大切に人だ。それはどうかな。何？俺はシューティングスタードラゴンの効果を発動。シューティングスターは1ターンに1度デッキの上からカードを5枚確認し、その中のチューナーモンスターの数だけ相手モンスターに攻撃できる。これが俺の勝敗を決める運命のドロー。みんな俺に力を貸してくれ。1枚目、チューナーモンスターターボシンクロ。2枚目、チューナーモンスターニトロシンクロ。3枚目、チューナーモンスターセイバードラゴン。超えてみせる。俺は自分の可能性を、限界を。4枚目、チューナーモンスターエフェクトベーラー。そして最後のドロー。これが俺の未来。5枚目、チューナーモンスターハイパーシンクロ。バカな、行け、シューティングスタードラゴン、スターダストミラージュ。気を抜けば命はないのさ。打ち込めレッドゾーン、キープバーニングソーン。熱く燃やして、嵐のように全てを蹴散らせ。そしてこれが最後のバトル、シューティングスタードラゴン。戦える。お前は何者だ。
俺の名はプレイメーカー。お前は人間の中に私の存在を嗅ぎ当てる奴がいるとはな。なるほど、確かに君の中には異様なものを感じる。だが決して我々の味方ではないようだな。そう、名前がないと不便だな。ではトルーマン、真実を語る者、さしずめミスター・ティートでも呼んでもらおうか。お前が何者であろうと俺はカードを信じて戦うのみ。それでは言葉通り消えてもらおう。障害は取り除かなければならない。俺はカードを一枚受けてターンエンド。私のターン。永続魔法フューチャーフュージョン発動。デッキから融合モンスターの素材となるカードを墓地に送り、発動後2回目の私のターンに融合モンスターを特殊召喚する。私はこの5体のドラゴンを墓地に送る。なんだこのモンスターは。さすがだな、一瞬で私の呼び出すモンスターを見破るとは。そう、私の呼び出すモンスターはデュエルモンスターズの中でも最強のしもべ、ファイブゴッドドラゴン。俺はたとえ何ターン待つことになっても可能性がある限り決して諦めない。その必要はない。君たちが楽しみにしているモンスターなら4ターンも待たせはしない。私はさらにマジックカードドラゴンズミラー発動。何？フィールドまたは墓地から融合モンスターの素材となるカードを除外し。ふざけるな。私は墓地の5体のドラゴンをゲームから除外し、現れろファイブゴッドドラゴン。ファイブゴッドドラゴン、やつを消し去れ。シューティングスタードラゴンの効果発動。相手ターンに一度除外することができる。だが戦況に変わりはない。カードを1枚伏せ、ターンエンド。エンドフェーズにシューティングスタードラゴンは自身の効果で戻ってくる。破滅の先に新しい未来などあるわけがない。これが最後だ。あれ、まだ逆転の手が。全知全能だからこその弱点。俺のターン、ラピッドウォリアーを召喚。ラピッドウォリアーは相手プレイヤーにダイレクトアタックができる。ラピッドウォリアー、ダイレクトアタックだ。トラップ発動、ドレインシールド。ドレインシールドは相手の攻撃を無効にし、攻撃してきたモンスターの攻撃力分ライフを回復する。どうやらすでに決着がついたようだな。私のバリはファイブゴッドドラゴン。そんなことがあっていいわけがない。俺は今も未来も全ての人を救う道を絶対に見つけ出してやる。カードを1枚捨ててターンエンド。私のターン、消し止め雑魚ども。シューティングスタードラゴンの効果発動。シューティングスターは相手ターンに一度除外することで相手モンスター1体の攻撃を無効にできると言いたいところだが、そううまくはいかんよ。トラップ発動、スキルドレイン。1000ポイントライフを払い、効果モンスターの能力を無効にする。かろうじて生き残ったが。だから迷うことはない。俺たちは一人で立ち、一人で進むことができるんだ。トラップ発動、荒野の大竜巻。マジック、トラップゾーンに表側表示で存在するカードを1枚破壊する。何？シューティングスタードラゴンの効果発動。このカードは相手ターンに一度除外できる。トラップカード、ゼロフォース。自分のモンスターがフィールドから離れた時、そのモンスターの攻撃力以上の全てのモンスターの攻撃力をゼロにする。何？そしてエンドフェーズ、シューティングスタードラゴンが復活。
これで終わったと思うなよ。これはまだ始まりに過ぎない。また会おう。